はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、今日はテーマこちらということで、すいません、堀口秀俊さんとカルピス軍団より認知おかしい人というテーマで、まぁ、ちょっとやっていきましょうと、いう感じになります。はい、いくつか来たんですが、まぁ、いくつかっていうか、まぁ、数年間かけて要するにいくつか来たんですが、正直病院に行った方がいいんじゃないかなっていうふうには私からすると思いますね。はい、申し訳ないんですけど、堀口秀俊さんの認知よりおかしいし、カルピス軍団の認知よりまだおかしいんで、もう正直な話言うんだとすると、もし本当に医療機関を受診する方がいいんじゃないんですかっていう、そのうつ病とかそういう風なになってないですかとか、いう風に私はちょっと思うんで、まあ真面目な話病院に行きましょうということになります。まあね、ネタで言ってる人は大丈夫だと思いますが、あんまり言うんと、ちょっと認知歪んだりするんで、あんまりそのなんか冗談でも要するに真面目にずっと冗談言いまくってると、なんか認知だんだん歪んでくるっていうのもあったりとかするんで、まあ、ほどほどにね。はい。ネタで言ってる人は大丈夫ですよ。先生は大手オフ会まだ、みたいな、そういうノリ。もうどうしてもオフ会で会いたいんですっていう人たちはちょっと話別ね。それは全然いいんですけど、まあ、よくは、まあ、いいのか、俺をいじるっていう分に関しては、堀口秀俊さんはいじるもよくないけど、まあ、俺をいじるも別に全然いいんで、まあ、ネタで言ってる人は大丈夫なんですけど、ごくたまに本当に病院に行った方がいいんじゃないかっていう、下手するとカルピス軍団に突っ込み入れられてる人いましたからね。大丈夫かみたいな。ま、いや、カルピス軍団、なんかパーって見てて、なんかまた新しいカルピス軍団がなんかやり合いしてんなって思ったら、パーって見たらなんか感染者さんやったかな、感染者さんかなんかのなんか X かなんかやったと思うんですけど、感染者さんの X かなんかでなんかやり合いしてて、なんで松井さんが堀口秀俊さんに訴えられんだみたいなことを、まあ言ってて、なんかその辺のかなんかパーって見てたら、なんかカルピス軍団にもう松井さんが言ってねえよみたいな、カルピス軍団に突っ込まれるって相当やぞとか思いながら、相当じゃないですか言っちゃうんですけど、いや、カルピス軍団に突っ込まれるって相当やなと思うんで、まあ、カルピス軍団とは別の意味で関わりたくないというよりも、ちょっと本当に体を心配しなきゃいけないというか、脳とかメンタルの方をちょっと心配しなきゃいけないレベルの人がいるんで、そこだけは本当にね、真面目にちょっと聞いてくださいね。はい。で、この病院に行きましょうと、いう感じになります。はっきり言いますか、認知おかしいですよ。はい。まずは一つ目なんですけど、松井先生は堀口秀俊さんに訴えられると思った人ですね。はい。これ、はっきり言っときますが、何の手紙も届いてないですよ。はい。全くないですよ。なんか、開示請求が来てるんですかとか、わけわからんこと言ってくるやついるんですけど、DM で。来てねえみたいな。何も来てねえみたいな。なんで開示請求が俺んとこ来るんだよみたいな話になって、まあいう話になったんですけど、開示請求がどうのこうになりますとか、プロバイダー請求がどういうふうになりますとか、件に関しても、私はっきり言っておきますが、全くないです。はい。これはっきり言っておきますが、全くありません。VPN とかどうなのか、VPN とかどないなってんかちょっとよくわかんないですけど、はい。特に何か再興してるとか、なんかどっかに飛ばしてるとかそういうことは一切してません、私は。東亜ネットワーク使ってるとかそういうの一切してないんで、はい。なので、まあ、本当にその法的にちゃんと開示をするっていう手続きを踏んで、法的に要するに問題があるって思うんだとしたら、開示は簡単にできるんじゃないかなというふうには思いますね。別にまあ、堀口秀俊さん相手だったりして、別にいちいち、なんか、そんなに俺は拒否しないかなぐらいの感覚ではまあいたんで、はい。いや、なんかあんなにやばいこといっぱいあった、やばいことはいっぱいあったかもしれないけど、まあ、堀口秀俊さんってのはどういう人なのかなって、まあ、ちょっとね、どういう戦い方するのかなってのはちょっと気にはなったんで、法廷でどういう戦い方をするのかなっていうのは気になったんで、あんまり抵抗はしないかなぐらいの感覚ではいたんですけど、まあ、特に何もないです。全くないです。というか、堀口秀俊さんは多分私のことを言及一回もしなかったと思うんですよね。はい。っていう風な感じで、要するに堀口秀俊さんは、松井先生は堀口秀俊さんのことをディスったりとか、ボロクソに言ったりっていうのはしていないと認識してると思うんですよね。まあ、実際してないしね。俺言ってるのは、堀口秀俊さんに空気入れてるやつを批判したり、堀口秀俊さんに言ってほしくないことは言っちゃダメだよねってことを散々言ってるわけだし、
で、堀口先生に、いや、それやめといた方がええんちゃうかとは言いましたけど、確かに。いや、失うもんが大きすぎるからやめた方が俺はええと思うよっていう動画の配信はしましたよ、確かに。それはしましたけどね。それで攻撃してるというふうに堀口先生さん認識しなかったということですね。間違いなく。ですよね。ということなんで、まあ基本的に全くないということですね。はい。で、二つ目ということなんですけど、松井先生が堀口秀俊さんをディスってると思ったりと、これも非常に危ない人なんですけど、すいません、まず、もうなんか、いろはの言いから間違えてるんですけど、私は堀口秀俊さんを評価している部分がある数少ない YouTuber ですね。はい。という感じになるんです。っていうのは、堀口秀俊さんがやったことや今までの行動であったりっていうところに関して、まあ、善悪の判定で言うんだとしたら悪いのかなっていうふうなところはたくさんあるんですけれども、しかしながら、あれだけの要するに人々に認識をされて、で、あれだけ要するに注目を集めることができ、で、あれだけ要するに、こう、人々に見えるということですね。プラスもマイナスもっていうのもいろいろあるとは思うんですけど、で、やり方次第によってはですよ。これやり方次第によっては大物 YouTuber みたいな形になってたかもしれないし、ツッコミどころ満載なそのお笑い芸人みたいな状態になってたかもしれないし、なんか変なこといっぱい言うけど、なんか面白いよねっていう風な話のシナリオがあったわけなんですよ。で、まあ私も YouTube やってたりするんでわかるんですけど、やっぱり100万人超えてくるとか、10万人100万人超えてくるっていうと、やっぱりその、何らかの要するにところで全然人と違いますよっていう部分があったりしないといけないっていうことになるんですよね。で、私がこういうのを YouTube 活動やっていくのに人と違うようにこういう風に見せた方がいいかな、こういう風にした方がいいかなっていうのは、計算してって言ったら変な話ですけど、こういう風にやっていった方がいいよねとか、こういう風にやっていった方だったらどうなるんだろうっていうのを、全部一個一個やっていって分かってるんだけど、それが初手で要するに、あれだけ要するに TV ボーンって稼げちゃいますよって人なんで、私は評価している部分もありますよっていう。いいか悪いかは別として、すごいなっていうのは、そこはすごいなっていう風に、見ますよって。まあ、ゴーフリークスに近いですよね。善悪の境目があんまりないぞっていうね。はい。これは、その法的には悪。法的には善。いや、法的には白。とかいうのがあるけど、それを抜いたところの評価値としては、あ、これは、やり方次第によってはすごい人になってたなっていうふうなところだし、そういうふうな、まあ、ものの見方をする人なので、いうことですよね。で、だからポイントになっていくのはこういう感じになってきますよ、ということですね。はい。だから、認知おかしいんでね、みんな。これほんまになんかちょっと、こういう人見たら、ほんまみんな病院に行った方がええぞっていうのは言ってあげてくださいね。堀口秀俊さんとのカルピス軍では認知おかしいですからね。はい。いや、松井先生は堀口秀俊さんが批判してましたよねって。いや、堀口秀俊さんも言ってねえし、カルピス軍団も言ってねえんだから、してねえんだよ。そこで言ってねえっていう認識になってんだぜ。そこでさえに、そんなこと言ってねえぞっていう認識になってるんで。いいっすか？カルピス軍団なんて言ったら、反ヒマスマーカレさんの急戦法中の急戦法ですよ。もう、ヒマスマーカレさんを貶めるためだったら何でもするような連中でさえ、その軍団の中に所属してるのに、いや、松井さんやってないよって、松井さんは堀口先生さんのことディスってないですよ、みたいな話になるわけじゃないですか。はい。で、そういう状況になってるんやのに、それを下回って、要するに、その認知を下回ってくるってことじゃないですか。ってことは、それはちょっと申し訳ないけど、病院に行きましょうっていうふうなのを言ってあげた方がいいですよって。まあ、もしね、近くの人でね、自分のフォロワーとかフォローしてる人の中に、まあ、松井さん、要するに堀口秀俊さんのこととか、堀口秀俊さんのことをディスったりとか、訴えられますよねとか、訴えられるメンバーに入ってませんねって、一回も入ったことないですか。なんで勝手に俺入ってんのとか思うんですけど、ずっと。入ってないし、来てないし、名指しでも上げられてないし、気がついたら堀口秀俊さんバンされたし。はい。体調悪くて病院探してたら気づいたら堀口秀俊さんバンされたし。なんでみたいな。状態ね。堀口秀俊さんばっかり扱って、扱ってねえから、うちのチャンネル。はい。いうことです。あ、堀口秀俊さんが、ね、助かる道があった時は、たくさん扱ってましたよ。堀口秀俊さんが助かる道があった時は、毎日のようにアップしましたけど、助かる道がもうなくなったなって思ってからは、ほとんどアップしてないので。はい。だから、堀口秀俊さんが助かる道があるなって思ってる時は、いや、もしこれ堀口秀俊さん見てくれないかなって思いながら、一生懸命やってた話だけど、もしくは、堀口秀俊さんの周りに空気を入れてる人たちがね、心を入れ替えてね、これやめてほしいなって思いながら、動画は何回も撮ってましたけど、
それがもう要するに、あ、これ以上行ったらもうアウトやなっていうふうなところまで行った時には、まあ私は引き返せない、引き返したとしてももう引き返す方法がないなって思った時はもう、そこから先は取ってないんでね。はい。よろしいでしょうか。はい。ということですね。はい。こう見えて俺本当に誰に対しても優しいからね。はい。誰に対しても優しいと思うよって、暇空あかねさんに訴えられる前っていうか、暇空あかねさんはこれ全員に訴えてくるよっていうふうに言ってるわけだから、暇空あかねさんの様子に、まあ私は基本的に暇空あかねさんやってる行動に関しては別に、やってること正しいんじゃないって派閥だけど、じゃあ考え方が全く違いますよと、まあ二刀流さん応援してますよと、WBC 応援してますよとか、ね。まあ要するに、心情的な問題でそっちを応援してますよとか、ね。カルピス軍団にいますとか、なんか暇空あかねさんのことが気に入らないっていう人たちであったとしても、ね。それをやったら訴訟される危険性があるからやめときましょうねっていうことをチャンピオンズに言ってる人なので、はい。いうことだと思うんでね。はい。まあ非常に自分で言うのもなんですけど、優しい人間だなと思うんですけどね。なぜかみんなにそうは取られないっていうね。はい。ちょっと悲しい現状になってますね。はい。よろしいでしょうか。はい。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。まあネタでやってくれてるんだったらいいんですけど、ガチでそう思っちゃってるんだとしたら、ちょっと病院に本当に行った方がいいと思います。